東京スカイツリー開業まであと10分ほどに迫りました。世界一の高さを誇る634メートルのタワーには2つの展望台がありまして、上の方に位置する展望回廊は地上450メートル、その下の350メートルの展望デッキにはショップやレストランがあり、まもなく登ってくるお客さんを待ち構えています。ではこちらの場所に佐々木アナウンサーがいます。佐々木さん。はい、もう間もなくです。正午に最初の一般客が後ろのエレベーターに乗ってこの350メートルにやってきます。そして最初にそのお客さんたちが目にする景色、今日はどうかというとこちらです。いやー、あいにくのお天気で残念ながら真っ白ということになってしまっていますが、やや雲の切れ間からですね、下の方が見えて高さ実感することができます。まあ、逆に言うとですね、これだけ雲があるということは、まあ、350メートルの高さならでは雲の中にいられるなというふうに思えば、それはそれで趣があるようにも感じます。さて先ほどですが、一足早く墨田区名誉区民の王貞治さんと名付け親の一人でもある中澤さんが来ています。ずっと楽しみにしていたので、景色が見えなくても下は見えましたので、やはり感動的でした。ちょっと高くて怖かったです。ああ、ふるさとといいますかね、その墨田にこんな立派なね、それこそ世界一の東京スカイツリーができたっていうことを本当なんか誇らしくね思いますね。さてこちらではもう係の方それぞれのポジションについています。迎える側はもう準備万端です。